島風は大日本帝国海軍が太平洋戦争で運用した駆逐艦。計画時の分類は平型駆逐艦。島風型駆逐艦の島風は日本海軍が舞鶴海軍交渉で建造した一等駆逐艦。1941年8月に寄港し、1943年5月に竣工した。島風型駆逐艦は次世代の艦隊型駆逐艦として、 新型機関を搭載40.9ノットの高速を発揮し従来層を備えていた。だが太平洋戦争海戦による戦術の変更や水雷戦自体の可能性の低さ、手間のかかる生産から島風型の量産計画は放棄され、駆逐艦の建造は秋月型駆逐艦や低型に移行した。春行後、島風は訓練部隊の 第11水雷戦隊に所属した。6月8日には戦艦道の区の爆沈に遭遇した。7月上旬によりアリューシャン諸島方面に進出し、第1水雷戦隊の指揮下でキスカ島撤退作戦に従事した。8月より第2水雷戦隊の領艦とともに艦隊や戦団の護衛任務に従事した。1944年6月中旬以降、 大和型戦艦を護衛して、今作戦や、マリアナ沖海戦に従事する。一旦内地に戻った後、7月上旬に、林ハ白地へ進出し、訓練に従事した。10月中旬以降、早一号作戦に伴い、栗田艦隊に所属して、霊帝沖海戦に参加する。10月24日、島風は、沈没寸前の戦艦武蔵の救援を行い、同艦に収容されていた。 十巡洋艦マヤの生存者、約六百名を受け入れた。冷凍機械戦後、第二水雷戦隊は、冷峠島への地上兵力増援作戦に投入される。第二水雷戦隊機関として、第三次多豪作戦に従事中の11月11日、島風は、オルモック湾で、米軍機動部隊艦載機の攻撃を受け、両艦等と共に撃沈された。島風という名は、 大日本帝国海軍では、ミネ風型駆逐艦で使用されていた。この初代島風も当時の日本駆逐艦としての最高速度40.7ノットを記録しており、二代目もそれにちなんで命名されている。戦後、海上自衛隊の旗風型護衛艦二番艦、島風が1988年に収益し、三代目が継承された。日本海軍は、 水雷決戦を目的とする艦隊型駆逐艦の最高峰を目指し、高速、強雷層の駆逐艦として本型を建造した。島風型の登場まで、日本海軍の駆逐艦の速力は1920年に、ミネ風型駆逐艦の島風が打ち立てた40.698ノットが最高速度であった。後の駆逐艦は、概ね35ノット前後で設計された。その後、 武装や戦隊を強化しつつ、航続力を延長する方向で進化したのである。ワシントン海軍軍縮条約の破棄及び、ロンドン海軍軍縮会議からの脱退で、軍縮条約の制約から解かれた1937年以降から速力への要求が出ぞめ、1939年には速力40ノットの艦が試験的に作られることになった。すでに、日本海軍の家芸、 水雷の分野においては、影老型駆逐艦が要求水準を満たしていたものの、仮想的たるアメリカ海軍が新型駆逐艦の速力向上を目指しているという情報を入手、仮想的の駆逐艦性能向上は明らかであった。さらに、無条約時代に計画建造される新世代戦艦はいずれも速力27ノット33ノット発揮可能という高速戦艦群であり、 これらを凌駕する高速駆逐艦の実現が強く望まれていた。また、影ウ型駆逐艦9番艦天津風において採用された高温高圧艦の利用が有望視されていたが、これを島風型に採用した。この他雷装も優れており、霊式後連装水上発射艦は島風型のために開発されたものであった。後日改め鈴屋型重巡洋艦いぶきでも装備を 検討している。次発装填装置は装備していない。初期は7連装2機の案であったが、緊急時に人力での旋回が不可能なため、5連装3機となった。丸五計画で、同計16隻の建造計画があったが、機関の製作が量産に向かないことや、対空、対戦能力を持った松型駆逐艦の量産が始まったこと、大型の駆逐艦は、 防空能力に優れた秋月型駆逐艦の建造が優先されたこと、戦局の悪化等の複数の理由により島風型駆逐艦は結局島風一隻のみに終わった。ミネ風型駆逐艦の島風には15隻の島遺艦があったが対照的な結果である。1941年2月に策定された計画でも大和型戦艦、改め大和型戦艦、 空母機動部隊の直江艦として、オツ型駆逐艦を大量配備することが検討されている。さらに、改め丸5計画でも、高型として島風と同等の兵装と性能が要求された8隻の駆逐艦があったが、これは後に、遊雲型駆逐艦に置き換えられた。2代目島風は1943年4月7日のカフカ全力攻ミ 排水量2894トン、出力79240馬力において40.90ノットを記録した。ただしこの時の排水量は通常の大焼け身の際のに3状態でなくより軽い1、2状態であった。島風の排水量は大和型戦艦の1、20程度であるが馬力は1、2に達していた。島風は 春光時より22号電探を前マストに装備し、後に13号電探を後部マストに装備した。機銃は、春光時に、環境前に装備した 13mm 連装機銃を 25mm 連装に変更。25mm 連装機銃は、同三連装に交換した。また2番、3番魚雷発射管の間に機銃台を設け。 25立方ミリメートル連装機銃2基を装備、合計25立方ミリメートル連装4基、同連装1基となった。単装機銃は1944年6月30日調べの、アゴ作戦後の兵装装備の状況調査では2 5トル、単装7丁、同性付け座のなき、1 3トル単装1丁とされている。その他に、爆雷投下機動2組も装備された。 1941年8月8日、第125号艦として、舞鶴海軍交渉で寄港した。1942年5月15日、日本海軍は、第125号艦を島風と命名する。艦艇類別等級別表に島風として、登録される。なお、同日府で、阿賀野型竹巡洋艦2番艦の城、秋月型駆地区五5番艦新月も命名されている。 当時の舞鶴海軍交渉は、秋月型駆逐艦間2隻や夕雲型駆逐艦4隻の建造、軽巡4隻や、駆逐艦複数隻等の修理整備工事を抱えており、島風の建造もその中で行われた。7月18日、島風は浸水した。同日府で、クレチンジュ付積となる。1943年3月20日府で、 広瀬広司中佐が島風の偽装委員長に任命された。4月に各種の試験を行ったが、巡航機会に不具合が見つかり、巡航予定日を延期した。島風は5月10日に巡航、海軍に引き渡された。同日府で島風偽装委員事務所は撤去される。広瀬偽装委員長も島風の初代駆逐艦長となった。機艦長は大阪基地大体となる。巡航後、 島風は訓練部隊の第11水雷戦隊に編入される。第11水雷戦隊は新しく竣工した駆逐艦や修理などで乗組員の多くが交代した駆逐艦を訓練させるために創設された部隊であり、第1艦隊に属していた。それまでは竣工した駆逐艦は各鎮樹府で訓練されたが、以後は第11水雷戦隊で訓練を受けてから前線へ。 配属となった。昭和18年5月の時点で、第11水雷戦隊は、軽巡洋艦達隊以下、第6駆逐隊が、第11水雷戦隊の臨時機関を務めていた。なお電や雷は内南洋部隊に所属しており、実質的に別行動である。瀬戸内海に開港中の5月12日、アメリカ軍がアッツ島に上陸を開始、同日12日、 島風は葛島白地に到着した。一方、5月17日に第11水雷戦隊の駆逐環境は北方部隊に加わるためにバラムシルへ向かった。11水戦領艦と共に訓練を受けた後、出撃準備を経て5月21日にマハと共に柱島白地を出撃する。5月23日に横須賀に到着。当時の横須賀には、 トラック島から東京へ海軍港事件で死亡した山本56の遺骨を届けるために戦艦複数隻、空母2隻、巡洋艦等などが来航していたほか、アッツ島への出撃に備えて空母3隻、重巡洋艦3隻、軽巡洋艦2隻からなる艦隊が集結していた。5月29日、山崎安よ陸軍大災下アッツ島の日本軍守備隊は玉砕した。 島風は整備の後、北方部隊の本拠地であるバラムシルへ輸送任務のため5月27日に出撃し、バラムシル島武蔵湾には5月30日に到着する。6月1日時点でのバラムシルの北方部隊水上部隊は、第5艦隊司令長官、川瀬志郎中将時期卒の死体、水雷部隊、水上機母艦君側丸等を機関として編成されていた。 アブクマ、キソは、第9駆逐隊、第21駆逐隊などを率いて、アッツ島の山崎部隊の救援のために出撃したが、玉砕の方を受け反転して帰還したばかりだった。任務終了後即日出港。横須賀経由で、柱島白地に向かった。本艦公開中の5月31日、後日多号作戦で、島風と共に沈没する秋月型6番艦、若月が、 第11水雷戦隊に編入されている。6月2日、島風は横須賀に寄港した。翌日出発、6月4日、葛島白地到着。竜田や領館と共に訓練に従事した。6月8日、柱島において訓練中の島風は、長戸、葛雄、西条、大淀、竜田、玉葉、若月人氏と共に、 長戸型戦艦2番艦道の区の爆発事故に遭遇した。瀬戸内海での訓練では、巨雷の試験発射が予定されたが、第一水雷戦隊司令官木村正富少将の予防で、北方作戦に投入されることが決まって、試験発射は中止となる。クレに開港後、19日より出撃準備に取り掛かった。その頃、アリューシャン方面の戦いにおける、 日本軍は窮地に立たされていた。日本軍は、キスカ島からの撤退を決定したが、潜水艦撤退作戦は、失敗、第5艦隊の水上部隊による一挙撤収作戦が立案された。6月中旬、第1水雷戦隊司令官、木村少将は第5艦隊長官を訪問し、キスカ島撤収作戦について、協議を行う。この席上で、 木村少将はレーダーを装備した新鋭駆逐艦島風の派遣を求めた。第五艦隊も駆逐艦部隊の増強を連合艦隊に意見武進した。この中で第五艦隊は、なお一水戦司令官ハム中作戦の混乱性に、官儀伝探を装備する駆逐艦に上官人等突入を考慮しいられる二譜、試しとくれば等風の一時、編入にぜしし特別配慮。 特度と無心している。小上根一連合艦隊司令長官は6月17日府で本艦の北方部隊編入を内報し、27日に発令、7月1日府で正式に編入された。戦死総書では、島風の加入について、水雷部隊に大きな威力を加えたわけである。と記述している。木村司令官は島風を水雷戦隊の機関とする。 予定だったという。7月5日、島風は、バラムシル島に到着した。キスカ島撤退作戦における、水雷部隊の軍隊区分は、木村司令官次期卒の巡洋艦部隊、吉村新部大佐指揮下の収容駆逐隊、天野茂高大佐式下のの警戒駆逐隊、補給部隊、応急収容隊という編成だった。3隻がレーダーを装備していたが、 島風の電探も見張り警戒用に使用できる程度で、即的には使用できなかった。また、参加巡洋艦、駆逐艦は、アメリカ艦艇と誤認させるための迷彩とカモフラージュを行った。7月7日以降のキスカ島第一次撤収作戦は15日に、作戦中止命令が出され、主体、撤収部隊各艦は18日までに、バラムシルに帰投した。 第5艦隊司令部は、第1水雷戦隊の作戦中止判断に、不満であり、後日、5艦隊参謀が軍令部に、第1次の再発水雷戦隊に、勘なしと述べている。第1水雷戦隊側は、木村司令官の処置を妥当と見ており、両者の間に、温度差があった。撤退決断時、広瀬は、木村司令官に対し、本日を置いて、決行の日なし、 ご決断を待つにと意見不信している。しかし、第5艦隊司令部との接触では、島風駆逐艦長やサミダレ駆逐艦長も、木村司令官の反転判断を指示し、五艦隊側の批判に抗議したという。7月22日、第1水雷戦隊の指揮が指揮する収容部隊、第5艦隊司令長官座長の軽巡洋艦玉、 燃料補給部隊という戦力が集結、バラムシルを出撃した。7月26日17時44分、ノームにより5隻が関係する多重衝突事故が起きる。単十人5番手を航行していた島風は右側に避けて難を逃れた。損傷により、若葉はバラムシル機島を余儀なくされ、また速力低下をきたした初島も日本岸の護衛に回された。 第21駆逐隊司令は、島風に機関を変更する。4番隊1小隊、2小隊、補給隊護衛という区分となった。7月29日、撤収部隊は、キスカ島に突入した。11時50分、地上部隊から、1125松ヶ崎の67度 20km に艦艇の音源をチョークの情報があり、島風のレーダーもキスカ高校140度方向に、 反応を探知する。これは紹介中の米軍駆逐艦だった可能性もある。快適予想中の13時200度方向に艦影を発見し、初めての海戦に興奮した島風の乗組員は、魚雷を発射、アブクマも魚雷4本を発射するが、これは小キスカ島の小島崎だった。13時40分に第1輸送隊、第2輸送隊ともキスカ入港に成功。 14時30分には出航して、撤収に成功した。各部隊は7月31日から8月1日にかけて、バラムシル駅等。撤収人員海軍2518名、陸軍2669名、遺骨30柱、合計5183名、もしくは5187名が帰等した。結合作戦終了に伴い、 参加核部隊は8月3日付で現体に復帰、島風は北方部隊の指揮下を離れて8月6日に瀬戸内海へ帰島した。同日、ニュージョージア諸島で正規したベラワン野戦で駆逐艦シュグレー以外の3隻がアメリカ駆逐艦隊のレーダー射撃により全滅したことを踏まえ、第11水雷戦隊各艦と共に訓練、電探射撃研究試験を行って、 次期作戦に備えた。なお、島風が第二水雷戦隊に編入されたのは7月10日のことだったが、7月12日のコロンバンガラ島、沖海戦で、軽巡洋艦人通沈没時に、第二水雷戦隊司令官、伊崎俊二少将が戦死。第二水雷戦隊残存兵力は、第四水雷戦隊と統合され、第四水雷戦隊司令官、 高間官少将が、新任に推薦司令官となって、軽順洋艦長領から指揮を取っていた。8月15日筆に推薦期間は、長良から、阿賀野型軽順二番艦の城に変更される。しかし島風が、ソロモン諸島で行動中の外南洋部隊、増援部隊各艦等と対合を組んで、入場ジ,ジア島の戦いに参加する機会は、訪れなかった。 内海西部より横須賀へ移動後の9月15日、島風は遊具門型4番艦長波と共に、従順洋艦2隻を護衛して、横須賀を出撃し、トラック諸島に向かう。9月20日トラック機後の島風は、長波と分離。9月21日、今度は、空母2隻を護衛して、トラックを出港し、横須賀に向かった。9月24日、大高は、米潜水艦。 カブリラの魚雷攻撃により、魚雷三本をひかみなり、航行不能となった。島風は海に落下した大鷹の乗組員8名を救助し、また爆雷攻撃を行って、カブリラを追い払った。大鷹は、沖鷹に栄光され、島風は駆けつけた、駆逐艦2隻と合流し、9月26日夕刻に、横須賀へ帰島した。10月1日府で、島風機関長は、 大葉様大尉から江森地下雄大城に交代した。10月4日、島風は沖高を護衛してトラックに再進出する。10月5日府で島風駆畜艦長は上広市中佐に交代した。広瀬中佐は同日府で第一水雷戦隊司令部府。10月20日、第一水雷戦隊出席参謀有金六次大佐の転任によって、 公認の一推薦主席参謀となる。新艦長を迎えた島風は10月17日からマーシャル諸島方面に出撃する第3艦隊と第2艦隊の護衛についた。トラック起島後はトラックに出入りするタンカーの護衛任務を行う。11月1日、連合軍はラバウルに対する攻勢を強化するためブーゲンウィル島に飛行場を建設するため、 上陸作戦を観光した。この脅威に対処するため、連合艦隊は、トラック白地に待機している、第二艦隊や第三艦隊の艦艇を、ラバウル方面に派遣することになった。島風以下、第二水雷戦隊は、遊撃部隊各艦と共に、南東方面部隊に編入、露合作戦に協力する。11月2日、輸送船団は、トラック白地を出撃した。 11月3日朝、遊撃部隊はトラック白地を出撃した。途中、輸送船団は空襲により日照丸が被弾、救援のため2隻が分離した。島風は日英丸を護衛してラバウルへ先行した。11月5日午前6時30分前後、遊撃部隊はラバウルに到着した。同地にはブユゲンウィル島沖海戦に参加した。 連合襲撃隊の一部艦艇等が待機していた。遊撃部隊がラバウルに到着してから間もなく、空母サラトガと、軽空母プリンストンから発進した、米海軍艦載機約100機による空襲が始まった。沈没艦こそなかったもののマヤンが大破、アタゴ艦長戦士等の被害を受け、栗田艦隊は廃物になってしまった。草勝富一南東方面艦隊長官は、遊撃部隊を、 トラック白地に送り返すことを決定する。ラバウルに到着したばかりの島風も遊撃部隊護衛組に加わる。マヤ以外の従順洋艦部隊は駆逐関東に護衛されて同日夕刻ラバウルを出発する。11月7日から8日にかけてトラック白地へ戻った。鈴屋隊は速度の出ない最上隊を援護したため、4隻は8日昼過ぎトラック白地に到着した。 11月11日、駆逐艦2隻は大型艦3隻を護衛してトラックを出港する。11月15日、横須賀に帰還した。横須賀到着後の11月15日18時55分、島風の機関部に損傷が生じた。事故の一方は小柳富津具第二艦隊三防長も慌てさせた。タービン周りを修理しようにも、 予備部品がなく、部品を新造する必要に迫られている。その後、当面の護衛任務を完了後に、横須賀で本格的に修理するよう命じられる。11月26日、3隻は横須賀を出発した。12月1日、トラック泊地に到着する。以後は、第二水雷戦体領艦と共に、タンカーの護衛任務に従事した。1944年に入ると、パラを、 ダバオ方面でもタンカーの護衛を行うようになる。1月8日、バリックパパンからパラオを経由し、トラック諸島へと向かう、国王丸、日本岸及び竹広丸からなる、輸送船団を、ハヤパ、第102号小海艇と共に、船団をパラオまで護衛する任務に就く。この船団と合流するため、ラバウルから、駆逐艦2隻が向かっていた。1月14日、日本軍船団は、スキャンプ、 ガードフィッシュ、アルバコアで構成された、ウルフパックの襲撃にあった。まずサザナミが、アルバコアの来撃でゴ沈した。連合艦隊は、輸送船団のトラック軌道を命じたが、続いて、輸送船2隻が撃沈された。島風は襲撃の知らせを受けて、早パと共に、米潜水艦の制圧に動くも、仕留められないまま逃げられている。その後、4隻はトラックから救援に来た。 駆逐艦春雨と合流、共にトラックへ向かい、1月17日到着。島風はパラを駅還した。再び輸送船団を編成し、1月27日トラック白地、到着。これをもってパラを方面派遣任務を終え、しばらくトラック白地で待機した。2月1日、輸送船団とともにトラック白地へ到着目前の白月夕方駆逐艦開封は、 米潜水艦ガードフィッシュの来撃により撃沈された。駆逐艦2隻は海風の救援に向かい2月3日まで対戦相当を実施した。同日駆逐艦3隻は輸送船団を護衛してトラックを出発する。第2海上護衛隊は輸送船団の航路と詳細な位置情報を各方面に発信した。ダバを経由してボルネオ島バリクパパンに立ち寄る。 日英丸はバレンパンを経由してシンガポールに開港された。2月21日、駆逐艦2隻はタンカー船団を護衛してバリクパパンを出港してラバオに向かうが2月25日未明にミンダナオトサン・アウグスティン・ミサキの南南西55キロ地点に差し掛かったところでアメリカの潜水艦砲の魚雷攻撃を受けタンカー日小丸が沈没し、 朝日東丸も損傷する被害を受けた。島風はその後も、戦団護衛任務に従事した。その後、二隻は、水上規模艦秋津島を護衛して、横須賀に帰島した。本艦は3月16日から4月11日まで、修理、整備を行った。また3月10日府で、島府法術長は、江間治無大尉から、佐古院正明中尉に交代。4月1日府で、 島風機関長も上森地下雄大城から、慶巡洋艦由良機関下分隊長等を歴任した、上村嵐隊員に交代した。4月22日、駆逐艦4隻は、戦艦山和と従順麻屋を護衛して、瀬戸内海を出撃した、三雲は、文後水道通過後に護衛をやめ、平良島へ戻った。山和隊は4月26日間開らき、29日に出発する。 5月1日、リンガ博地に到着した。5月12日、リンガ博地を出撃して、タウイタウイに進出する。同方面では、アメリカ軍の潜水艦が活発に活動しており、第2艦隊は、敵潜水艦、ゆで撃滅沖と、島風も参加することになった。6月9日、駆逐艦4隻で、タウイタウイ湾港の対戦警戒に従事する。午後10時、 アメリカの潜水艦ハーダーが谷風に魚雷4本を発射、うち2本が命中した谷風は、島風の目の前で降沈した。この頃、美薬島をめぐって、日米双方の攻防が繰り広げられており、日本海軍は、今作戦を発動して、美薬島救援作戦を展開していたが、過去2度にわたる作戦は目的を達し得なかった。そこで、山戸型戦艦2隻等を投入して、 上陸戦弾撃破とアメリカ軍機動部隊の誘い出しを図ることとなった。第2水雷戦隊と第10戦隊の駆逐艦は第1戦隊を主軸とする攻撃部隊の護衛のため、タウイタウイを出撃した。攻撃部隊は6月12日にハルマヘラとおばちゃんに到着し戦力を集結。作戦開始を待ったが、6月13日になって、 サイパン島に対する艦砲射撃が開始されて戦局が急展開したため、今作戦部隊は同日夜にバジャンを急遽出撃。小沢中将率いる第一機動艦隊に合流すべく急行、16日遊国に合流した。6月18から21日のマリアナ沖海戦における島風は前衛艦隊に所属してアメリカ軍と交戦した。 6月22日に中条湾に立ち寄った後、6月24日に柱島白地に帰島した。7月9日、山と武蔵第4戦隊など、第2艦隊の中枢を護衛して、薄木湾を出撃。途中、沖縄の第32軍に対する輸送任務を行い、任務終了後は林河白地に直接向かう。7月16日、第1戦隊、 地区間複数隻は、にに到着しした。以後、訓練に従事した10月18日、早1号作戦発動に伴って降リタち上の第1遊撃部隊は、リンガクチから出動し、ブルネー湾で補給の後、10月22日に出撃した。10月23日からの冷凍機械戦では、第1部隊、第2水雷戦隊に属して、戦闘に参加する。 今作戦に推薦における島風の番号は8、3番対3番艦であったという。10月23日、パラワン水道を航行する栗田艦隊は、米戦水艦ダーターとデイスの襲撃を受けた。従順2隻が沈没する。高尾は、駆逐艦2隻に護衛されて、戦線を離脱した。米戦水艦襲撃時、島風は、対戦警戒序列の中央後方に位置し、 駆逐艦浅島マイナス島風の順で航行していた。栗田長官以下遊撃部隊司令部は駆逐艦岩波を経て大和に帰還を変更した。10月24日渋谷海にて栗田艦隊はアメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受けた。島風は第一部隊に属していた。戦闘序盤従順妙光が光なりして大破する。第五戦隊司令官 橋本慎太郎少将は、羽黒に異常した後に、病行を離脱させた。続いて、戦艦武蔵が、多数の命中弾を受けて落語した。栗田中将の命を受けた、島風は、第一部隊から離れて、武蔵の援護に赴く。午後6時には、武蔵下原公部に接言すると、沈没救助後武蔵に便乗していた、マヤノリ組員を受け入れた。 マヤ戦闘商法によれば607名救助。武蔵の救援任務は、島風の他に、従順とね、駆逐艦清志層にも命じられていた。島風は、武蔵救援任務を、駆逐艦浜風と交代、二隻は第一部隊に復帰した。武蔵は19時40分前後に沈没する。進撃する島風からは後方に、武蔵沈没時の火柱が見えたという。その後、 クリタ艦隊はサンベルナルジの海峡の突破を試みるが、そのまま警戒を怠らなかった。10月25日午前3時ごろ、速力24ノットで航行中の島風は、夕雲型駆逐艦周層と衝突した。島風は、左艦首を損傷、周層も右艦首部位とスクリューを損傷し、浸水被害を受けた。闇夜で前方のみ警戒していたため、 双方が相手に気づかなかったためとみられる。駆逐艦沖並の士官によれば、島風が岩礁魚雷艇と誤認して、敵、原油の信号を発し、混乱したためだったという同日午前6時45分、栗田艦隊は、米護衛空母部隊と遭遇、艦隊の全員が、低速の護衛空母部隊を高速の正規空母部隊、アメリカ軍機動部隊主力と誤認、栗田は、最初に、 巡洋艦船隊を先行させて、正規空母軍に損傷を与えることを起都し、第2水雷船隊と第10船は、戦艦船隊の後に続くよう命じた。午前8時、水雷船隊にも突撃命令が下され、第2水雷船隊と第10船は、米護衛空母軍に肉迫した。午前8時50分ごろ、煙幕の中から出現した。 ベ駆ク艦ジョンストンが偽装の来撃姿勢をとり、第10戦隊は右に回避行動をとった。このため、第10戦隊の右側面を航行していた第2、水雷戦隊も右への変身を余儀なくされ、島風、以下に水船は、戦場から遠ざかってしまい、魚雷発射の機会を失った。島風が40ノットの高速力を発揮して、魚雷戦を行う機会はついに訪れなかった。 10月26日、退避行動に移った栗田艦隊は、アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受ける。日本艦隊、アメリカ軍機ともに、疲労の頂点に達しており被害は少なかったが、空襲によりに推薦機関の城が沈没、乗組員は、駆逐艦2隻に救助された。早川に推薦司令官は、浜葉に、正気を掲げている。護衛駆逐艦は、 燃料が枯渇しかかっており、艦隊主力に駆逐艦2隻を残して分離、コロンに入港し燃料を補給した。29日、ブルネイに帰投する。島風において、対空戦闘、水上戦闘に従事した、マヤの生存者も、戦士5名、負傷8名を出した。空襲下の島風。速力は落ち、艦首へのダメージにより、艦首波も乱れている。 この写真の撮影直後に島風は爆発、沈没した。レーテ沖海戦の後、島風は、ブルネー湾を経て、マニラに進出しレーテ島行きの多合作戦に、投入された。島風は、第二水雷戦隊機関となり、第三次輸送部隊を指揮して、レーテ島北西オルモック湾に突入する。11月11日、アメリカ軍機動部隊艦載機約350機の、 空襲により撃沈された。また、第3次輸送部隊も、駆逐艦朝差を除いて全滅した。経過は、以下の通り。11月4日、島風は、冷凍沖海戦で沈没した野城に代わって、第2水雷戦隊機関となり、2水戦司令官、早川右尾少将の正気が翻った。上村機関長によれば、当時の島風には、司令部要員を含めて、 約450名が上艦していたという。多合作戦では、第三次輸送部隊に編入される。第三次輸送部隊は、低速で中古の輸送船5隻を中心としており、早川少将は、低速船団を高速艦で護衛することに疑念を抱いて反論したが、南西方面艦隊司令長官大川内殿七、中条に大本営海軍部、連合艦隊司令部のバックアップ。 さらに、これは、天皇陛下のご命令であるとの、勅命を持ち出されて関連した。航空機の援護を主張した大島32、駆逐隊司令によれば、命令書には大川内長官のハンコがなく、南西方面艦隊参謀長の印しか押されていなかったという。第3次輸送部隊は、マニラで出撃準備を行うが、11月5日の空襲で、 同行停泊中の従順な地が沈没、救援中の駆逐艦明け棒のも大破した。司令部は第3次輸送作戦の発動を延期し、準備中だった第4次輸送船団が11月8日に、先発した。11月9日、第3次輸送船団の護衛艦6隻と輸送船5隻は、未明3時に、マニラを出撃した。折しも雨が降っており、しかも雨は3日間降り続くと、 陸軍気象班は予想していた。さらに、作戦の援護のため、ブルネー湾から第一遊撃部隊の戦艦部隊が11月8日に、ツールー海に向けて出撃してきた。日付が11月10日に変わると、状況は、第三次輸送部隊にとって徐々に悪い方向に傾く。午前3時に輸送船セレベスマルが、ルソン島ボンドック半島西岸の浅瀬に座礁。 センテ四十六号が分離した。また、天気も予想に反して、回復の兆しにあった。十一時頃には低卒の B-24 に、発見される。同時刻、南西方面艦隊は、第三次輸送部隊に対し、駆逐艦二隻の離脱と、第四次輸送部隊と合流してのマニラ祈とを命じた。夜二十一時、 マスバテ島東方のブラックロック水道で、オルモック輸送作戦を終えた第一水雷戦隊司令官、木村正富少将指揮下の第4次輸送部隊残存部隊とすれ違う。その際に第4次輸送部隊から、駆逐艦3隻が第3次輸送部隊に合流し、駆逐艦2隻が第4次輸送部隊に合流した。このため、第3次輸送部隊の護衛艦は、 駆逐艦5隻と総海底1隻となった。竹の乗組員は、人や艦の運、不運、というものは神様にしかわからないと回想している。11月11日未明、前日の B-24 からの通報を受けた、巨来停滞の襲撃を受けるが跳ね返す。しかし、最大の脅威である、第38任務部隊が迫りつつあった。もとは、スールー海を進撃する。 1> 第1遊撃部隊攻撃のために出てきていたが、第1遊撃部隊は見つからなかった代わりに、第3次輸送部隊を発見したのである。13隻の空母から、延べ347機が発進した。これは、真珠湾攻撃における、ナグモ機動部隊の攻撃隊356機より10機ほど少ないだけである。第3次輸送部隊は11月11日の正午頃に、 オルモック湾に到着する予定であったが、その直前に電艦が14000メートルの距離に航空機の大群を探知した。早川少将はこれを受けて、輸送船に早急に湾内に突入して、揚陸作業を行うよう命令し、駆逐艦には縁幕を張らせた。第38任務部隊の艦載機347機は、オルモック湾に至る水道内で攻撃を仕掛け、 輸送船を片付けてから駆逐艦攻撃に移った。一連の対空戦闘で駆逐艦朝霜を除く護衛部隊、輸送船団は全滅した。日本陸軍戦闘機約30機が出撃したが、アメリカ軍は撃墜16機を記録、撃退されている。対空戦闘に際して、早川少将は誘爆を防ぐため魚雷を投棄させた。狭い湾内での戦闘だったが、 その速力と的確な相関により爆弾や魚雷の直撃こそ受けなかった。しかし多数の資金弾と機銃装者により船体に多数の昇波孔が発生して浸水、機関からも蒸気が噴出して回転数が急速に低下、航行不能となる。環境の早川少将、結城佐代宝術参謀、本間博通信参謀、島風高会長、 佐古院正明サ等風法術長は戦士、上井区畜官長は左足負傷、松原滝三郎千人参謀は右足負傷、健在者は鈴木安章機関参謀のみであった。応急処置班の対応が間に合わないほどの反復攻撃を受け、救援に接近しようとした朝下は、機銃装者のため接近を断念する。松原千人参謀より帰れの命令があって朝下は、 期待し、島風は、オルモック湾に単管残されることになった。退避の際、朝島は、航行不能の浜派から大島32、駆逐隊司令や乗組員を救助し、生還している。島風では、内貨艇や、カッターボートを海面に下したものの損傷により、水没し、鈴木、松原参謀、駆逐艦長、機関長など、合計21名は、 沈没寸前に唯一残ったカッターに乗って島風を離れた。午後5時30分、島風は後部付近の爆発により沈没した。島風には行動不能の重傷者が多数残されていたが、爆沈時に戦死、すでに艦を離れていた乗組員も全員行方不明となった。上井艦長たちは、 日本陸軍の大発動艇を借りて島風生存者の救援にあたることを起とし、レーテ島へ向かう。一旦、メリダ・岬に上陸したものの、ゲリラの襲撃により、鈴木機関参謀が戦死、一時会場に退避した後11月12日午前3時に、レーテ島ォルモックへ上陸した。11月14日時点での生存者は、主席参謀、駆逐艦長、 巡視艦以上3名、下士官兵14名、早川少将以下、第二水雷戦隊司令部と上院合わせて430名が戦死した。若月や長波の乗組員を含め相当数の者が脱出したとみられるが、陸地にたどり着いた者の,のゲリラに殺害された者も,も多かったという。記録では、マニラ地区に島風乗組員28名、レーテ地区に31名が、 現地陸戦隊に編入されている。軍令部参謀で作家の吉田敏夫は、島風について以下のように記述している。この戦争で、日本の駆逐艦は、その大威力を抱いたまま、非号な死を遂げたものだが、島風の死はその中でも、最も悲痛なものの一つだった。吉田敏夫、増刊テクノロジーの戦い252ページ島風沈没と、 早川美きお第二水雷戦隊司令官の戦死により11月20日付で第一水雷戦隊は解体され第一水雷戦隊司令官木村正富少将は第二水雷戦隊司令官に任命された。また第一水雷戦隊参謀たちもそれぞれに推薦参謀に任命された。広瀬広史大佐もに推薦主席参謀として木村司令官や 後任の小村慶三少将を支えた。12月2日、第7次多号作戦により、駆逐艦2隻と輸送艦3隻が、オルモック湾に到着した。第2水雷戦隊1 0 0人参謀、島風艦長、機艦長、以下数名は竹に収容されて生還したが、木戸に竹とクアは、アメリカ軍のアレニエムサムナー、モールそして、クーパーの3隻の駆逐艦に遭遇。 クワが撃沈される一方で竹がクーパーを撃沈した。島風の生存者は竹に上艦しており、途中で第9号輸送艦に乗り換えている。竹の駆逐艦長、宇那木剛少佐がそのことを知ったのは、1968年のことであった。竹の乗組員たちは、島風と一緒に0点に突入していれば、マニラ大空襲に合わず、島風は、 運が悪かったと思ってたが、島風以下第三次輸送部隊の最後を聞いて驚いたという。島風型は結局島風一隻のみに終わり、影楼型駆逐艦、石雲型駆逐艦からなる駆逐隊にも編入されておらず、戦没まで単独で第二水雷戦隊に属していた。1945年1月10日府で官邸類別等級別表から削除。 帝国駆逐艦席から助席。広瀬大佐は、第二水雷戦隊主席参謀として、勤務を続け、霊合作戦や北合作戦に参加。4月7日、広瀬大佐は二水戦参謀、大阪吉次少佐と共に、阿賀野型巡洋艦3番艦矢萩に乗艦して、棒の岬沖海戦に参加。矢萩は沈没したが、元島風艦部の二人は生艦した。 1965年、呉市町波間町の旧海軍墓地に島風の戦没者、慰霊碑が混流され、11月11日に第1回慰霊祭が行われた。慰霊碑は島風が高速の駆逐艦であったことにちなみ、軍艦の環境をかたどっている。海軍墓地に混流された慰霊碑の第1号であった。2017年12月、すりガオ海峡と オルモック湾で調査を行っていた、ポールアレン率いる調査チームが、沈没した島風の残骸を発見して、画像を公開した。客中なき限り、艦長たちの軍艦誌350から351ページによる。広瀬広史中佐。1943年3月20日から1943年5月10日。広瀬広史中佐。 1943年5月10日から1943年10月5日、上広市中佐。1943年10月5日から1944年12月16日。ありがとうございます。